ソニー、ブラビア、KJ55X9500G と、スマホの、YouTube のアプリと、連動させて、操作していきたいと思います。よろしくお願いします。リモコンの、YouTube ボタンを押して、今、テレビの YouTube アプリを、起動させています。テレビの YouTube アプリを起動させて、その後に、で、スマホの、YouTube アプリを起動させて、テレビとリンクさせます。で、今、つながりました。で、テレビと、リンクさせて、で、音声検索と、リモコンが選べます。まあ、音声検索は、まあ、試してみたんですけど、忍者250。ってなると、まあ、出ますし、Z900RS。まあ、でも出ます。江頭2時50分。POPO チャンネル。で、この音声検索は、なんか思ったよりもあまり精度が高くなくて、まあ自分が検索したい、ワードを言っても、あまりなんか精度は良くない感じがします。ボニークプロ。ドリフト。S15 シルビア。シルビア。GTR。江頭2時50分。で、エガちゃん。で、なんかエガちゃんがチャンネル出してるんですけど、結構面白いですね。まだあんまり見てないんですけど。で、このリモコンの矢印で、動画を巻き戻したり、先送りしたりすることもできます。で、この、で、ここのなんか十字ボタンで、まあいろいろ操作できます。巻き戻したり、うちのお風呂場です。今から風呂に入りたいと思います。早送りしたり、することができます。僕は最近なんか面白いなと思ったのが、POPO 速報っていうので、POPO 速報。ちょっと音声検索では出てこないんですけど、僕が最近見てみて、面白いなと思ったのが、まあ、POPO 速報ってやつで、まあ、最近僕が面白いなと思ったのは、この POPO 速報というチャンネルで、まあ、いろんなジャンルやってるんですけど、まあ、特に歴史に関しての、動画がとても面白くて、あ、なんかすごいなと思いました。まあ、僕は、まあ、学生の時、まあ、社会とか、まあ、全然興味なくて、社会、っていう科目は、全然得意ではなかったんですけど、まあ、全然得意でもなくて、興味もなかった、科目なんですけど、まあ、この動画見てると、なんかとても社会に興味が持てて、とても面白い動画だと思います。やっぱこの小学生でもわかるっていうね、なんかわかりやすく、説明してるところが、面白おかしく、表現されてて、とてもなんか、興味をそそる感じで、見てて面白いです。時代はまず今からおよそ400年前、場所はヨーロッパです。当時ヨーロッパの真ん中ら辺の現在ドイツがあるところに、神聖ローマ帝国というゴージャスな名前の国がありました。まあ社会に全然、まあ学生の頃は社会に全然興味がなかったんですけど、やっぱこの、面白く、表現する、やり方っていうのがすごいなんか興味をそそりながら、なんか見てて面白いです。まあ表現の仕方ですとか、まああとわかりやすくて面白い
とても面白い、チャンネルです。ピヨピヨ速報、まあ、もし興味ある方いましたら、見てみてください。はい、ということで、まあ、簡単に、まあ、操作してみたんですけど、まあ、音声検索はね、あまり、精度良くないです。でも、リモコンとしては、まあ、どうですかね。まあ、スマホとテレビつなげてるって感じで、まあ、便利っちゃ便利なんですけど、まあ今までと違うなんか操作感ですとか、新鮮な感じは、まあ、つなげてみると面白いと思います。まあ、実際こうやって選んでるよりも、普通に検索して、出すのが一番早くて簡単だと思うんですけど、まあ、まあ、音声検索がもっと精度上がれば、もっと便利になるんじゃないかなって思います。まあ、音声で検索するよりも、文字打って検索した方が早いんで、まあ、ここやっぱね、改善できれば、もっと便利になると思います。多分今後はそうなると思うんですけど、はい。まあ、ということですね。まあ、僕のおすすめは、まあ、このピヨピヨ速報の、まあ、歴史のチャンネルですとか、まあ、あとは、エガチャンネル、エガシラさんの、まあ、チャンネルなんですけど、まあ、Android TV 使われている方は、まあ、スマホとリンク、させることができると思うんで、まあ、もしよかったら、まあ、YouTube 見られる方は、テレビとスマホの方、YouTube アプリ起動してみて、リンクさせて、操作してみてください。まだまだ、めちゃくちゃ便利っていう、領域には達してないと思うんですけど、まあ、音声検索ですとか、そういう精度が上がれば、もっと、使いやすくなると思います。はい。まあ、もしよければ、使ってみてください。以上、テレビとスマホで、YouTube アプリでリンクして、リモコンを操作してみました。よかったら試してみてください。以上です。